神話の冥王。プルート。 4歳か5歳ぐらいの時に、親が買い与えた2冊の漫画の本が哲学先生の本 で1冊がジャングル大帝 でもう1冊が鉄腕アトムの地上最大のロボット、そういうのを2冊与えられて、でそれをもうずっと読み続けて、でしまいにはそれを模写し出して、あとは模写したらその横に手塚治虫ってその本にサインが書いてあったんですよね、手塚治虫って。でそれをそれまで模写してね書いてましたね。5歳ぐらいの時に生まれて初めてこんな切ない物語を見たって思ってたのが、際立ってこんな切ない話っていうふうに思わないもんね。なんかね、子供の頃からこの漫画はいわゆる今皆さんが言う言葉で言う金字塔っていうのを僕の中で感じてたんですよ。漫画の金字塔は地上最大のロボットだって思ってたんですよ。時間をかけて少しずつ分かってくることなんですけどね、一番最初に読んだ時に絵も言われぬ、なんかこの気持ちって何と表現したらいいんだろうっていうのが子供だからよく分からないんですけどもね、それが時を経て少しずつ自分が成長とともに分かってきた部分っていうのがあるから、その当時何をしてそういうふうに思ってたのかっていうのは、唯一あるのは正義は勝つっていう形で終わってないってことですよね、おそらくね。勝っても全然嬉しくないっていう、なんだろうこの感じっていうのを子供の時にはすでに思ってましたよね。戦いというものに対しての意味がない、そして勝っても嬉しくない。地上最大のロボットはね、なんだろうこの何とも言えなくグーって胸をわしづかみにするようなこの感じってなんだろうって、ずっとそれをそんな感じで思ってたんですよ。2003年に手塚先生がドラマ上アトムが誕生するっていうのを2003年の4月に設定していて、でそれがちょうど迫ってきている時期に手塚プロダクションの方から漫画界を挙げてアトムの誕生を祝うような何かこう企画をみんなで考えないかっていうアナウンスがあったもんで、でその時だから僕が言ったのが、その地上最大のロボットをリメイクするぐらいの気骨のある漫画家はいないのかねって言ったんですよ。そしたらその時来てた編集者たちが、自分でやればいいじゃないですかって言うんで、いや僕はそんな大それたことはやらないですよつって、いやいやとんでもないとんでもないなつっていう感じで、その時は終わったんですけど、1週間ぐらいかな、そんなんで昔から担当編集者だった長崎さんと組んで漫画作りしてた時期だったので、打ち合わせで長崎さんが来た時に、なんかそんなこと言ったんだって言うんで、2人でいつもの漫画の打ち合わせのようにそういう風に話が始まって、で2人でゲジヒトっていう刑事ロボットがかっこよかったよねって話をしてて、でゲジヒト目線でドラマ語ったら面白いのができんじゃないかななんていう話を、そしたらすごい面白いのが できてきちゃったんで、これ人に渡すのはなんか嫌だなっていう感情がちょっとそこで芽生えてきて、あまりにもその話が面白いのでっていうんで、その流れでじゃあちょっと今書いてみたいなラフデッサンをちょっともう少しちゃんと書いて手塚プロダクション手塚誠さんの方に送ってみようかっていう話になって、で送ったんですよもう半年以上1年近く経ったんじゃないかな。それで誠さんからもう本当忘れた頃、浦沢さんご飯でもご一緒しませんかっていう話がお話が来たので、で誠さんとお食事楽しそうだなと思って、ぜひぜひなんつってお店にいて、でお食事して、で楽しくお食事してみたいな感じで、でも最後みんなでちょっとお酒も入って気楽な感じになってるところで、そしたら、じゃあ浦沢さんよろしくお願いしますよって言うから、何がですかとか言って、プルートに決まってるでしょって言うから、えってなって、あれやるんですかつってうっそあれやるんだ、なんつうかトリビュート漫画みたいなものって当時なかったし、特にアトムみたいな作品をそのリメイクするなんて考えもしない世界だったわけですよ、当時まだそういう前例がなくて、急にこう具合悪くなっちゃって体の調子が悪くなっちゃってね、あまりのプレッシャーに、そんな感じでしたね。最初に提出したものが手塚先生のデザインのまま出したのは僕の姿勢なんですよ。それは手塚先生が示されたものを寸分たがわず出そうと思ってた。
その寸分たがわずなんだけど、今のやり方だとかそういう今の形で今の読者に読みやすい形にして出すっていうことは考えましたけど、まず僕はそこで自分のキャラクターに変えるようなこともしませんからっていうふうに出したんですけど、でも誠さんから浦沢さんのキャラクターで書いてくださいっていう、それはまあそういうお許しが出たんだったらそうにします。自分の中にあるあの作品から受け取ったものをそのまんま出すっていう形、だけどそれだけは気をつけました。なあ、全然ないです。あの子供の頃から思ってずっと思っていたあのシーン良かったよなって思って、手塚先生の原作を読んだらそんなシーンはなかった。だから受け取ったんですよ。で、僕の中で育ったんですよ。だからそれはもう僕は原作にあるもんだと思った。手塚先生の漫画を読んでああいうシーンとかああいうドラマみたいなものが自分の中に育っちゃってたので、やりそうだぞっていうよりもずっとやり続けてたんですよ。それでどこでどうするのか、どう発表するのかも分かんないけど、丸山さんがだからどこでどう発表するのか分かんない状態の時からとにかく作るんだって言うんですよ。どのメディアでどの媒体でいくのかみたいなのっていうのもよくはっきりしないまま、丸山さんがとにかく作るんだっつって、あの情熱はすごいですね、本当にね。プルートを作るまで俺は死なないっつって、もう俺は死ぬから早く作らなきゃいけないんだって、で死ぬ死ぬ詐欺って言ってましたけどね、よくね。まずね、まあ最初からね、丸山プロデューサーがこれをアニメ化したいっていう話を聞いた時から僕がどのぐらいしんどい思いをしたか、まあ、僕の思いが強すぎたからしんどくなっちゃってるんですけど、丸山さんもそのぐらいの思いで作ってる。で、まあ、アニメのスタッフの皆さんもそういう思いで作ろうとしている。僕が先にとりあえず漫画にした時のしんどさをこの人たちもう一回味わうのかって思って、経験したことのないようなあのプレッシャーやらしんどさがものすごい勢いで襲いかかりますよっていう感じで、なんかその勇気に心の中で拍手を送りましたね。本気なんだなと思いましたね。その本気ならば本気なほどこの制作する作業はとんでもないものになるぞっていう、言っちゃえばあの僕だからなんていうんですか、イメージで言うとこの切り立った峰みたいなところを僕一回山登ってきた経験者みたいな感じで、もう一回皆さんあそこ登るんですかっていう感じですよねあのよく行くなっていう感じでね。この間のアニメフェスでもご挨拶しましたけど、そういうあの手塚先生からこうバトンを受け取ったっていう気持ちで、それを次の世代の人たちにもう一回渡すっていうのは、我々一回手塚先生から受け取ってますから、やっぱりそれは誰かに渡していかなきゃいけないだろうなっていう気持ちはあるんですよね。それぐらい大事な話がやっぱりあそこには込められているので、気持ちがね、やはり非常に普遍的なメッセージが込められている話なので、これはやっぱり次の世代にバトンを渡すっていうのはやっぱり我々のやらなきゃいけない責務なんだかもしれないですよね、うん、ロボットを通して人間のそのいわゆるいろんなメッセージが、人間に対するメッセージが入っているので、それをやっぱり今手塚先生の原本まで遡ってもらえたら、それは僕らはとっても嬉しいですよ。それをきっかけにね、僕にとってはだから自分の作品っていうのは割と自由なんですよ。だけどあの今回のプルトの場合は本当に手塚先生からお預かりしたドラマなので、あの本当に損なわず届けるっていうことを考えると、なんかちょっと違う責任が入っちゃうんですよ。でそれは大変ですよね。あれを5歳の時に読んで、それでこんな気持ちになったことがないっていう風にその思わせたドラマなわけじゃないですか。それでその5歳の少年、そしてあと僕13歳の時に初めて火の鳥全部読んで、で自分の人生ほとんどその思考とかが全部その時決まったぐらいの大きな人生に大きな影響を与えられて、でおそらくですね、あの浦沢5歳から13歳までの、ね、その手塚作品に触れて本当に自分の人生が形成されたような経験を持ってる浦沢少年が一番僕に言ってくるんですよ。あの半端なことやったらただじゃおかないぞって。でそれがおかげでジンマシンになってるんだと思うんですよ。おそらく今だからアニメの制作陣の方々も
同じような経験をされていらっしゃると思うので、皆さん一人一人がそんな感じを味わってらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。おそらく子供の時に見て本当にみんなそれで人生を変えられた人たちだと思うので、それがその子のためにも自分の人生かけてちゃんとしたものを作んなきゃいけないということの、普通に自分の作品を気軽に作っているのとちょっと違うところがそれなんじゃないかなって気がしますよね。一番厳しいやつがあの子なんで、あの子にがっかりされたらもう終わりなんで、